椅子に座ったままできるストレッチです。体をリフレッシュしましょう。両手を胸の前で組み、頭の上へ持っていきます。息を吸って吐きながら体を右に倒し、左の体側を伸ばします。真ん中へ戻し、息を吸って吐きながら体を左に倒し、右の体側を伸ばしましょう。ゆっくり真ん中へ戻し、両手を下ろします。両手で椅子の右側の縁を持ち、息を吸って吐きながら体を斜め後ろへ向けて腰回りを伸ばしていきましょう。元へ戻り、今度は両手で椅子の左側の縁を持ち、息を吸って吐きながら体を斜め後ろへ向けて腰回りを伸ばしていきましょう。ゆっくり元に戻ります。両手で右膝をご自分の方へ引き寄せ、股関節周りのストレッチです。ゆっくりと足を下ろして、今度は左膝をご自分の方へ引き寄せ、股関節周りのストレッチです。ゆっくりと足を下ろします。右足を一歩前に出し、かかとをついてつま先を天井へ向けます。両手をももに添え、息を吸って吐きながら背筋を伸ばしたまま上体を前に倒します。ふくらはぎ周りが伸びていることを感じましょう。ゆっくり上体を起こし足を戻します。今度は左足を一歩前に出し、かかとをついてつま先を天井へ向けます。両手をももに添え、息を吸って吐きながら背筋を伸ばしたまま上体を前に倒します。ふくらはぎ周りが伸びていることを感じましょう。ゆっくり上体を起こし足を戻します。時間のある時にやってみてくださいね。